が早起き、そうよ。毎朝5時です。初見詐欺発見しました。今。自然の5時前に目が覚めまして。やっぱだんだんそうなるんかもしれんね。でも私は5時前に自然に起きたことはないです。うん、夜勤明けありがとうございます。間に合わんかと思ったけど、そう、目覚ましで起きます。4時半ぐらいに。元気です。お、石井さん、昨日に続いてありがとうございます。お腹空くけど喋っとったらすかんやろ。うん、朝苦手な僕はめっちゃ眠い。ありがとうございます。苦手やのに起きてくれて。今日からですか。今日から5時起き。ヘタローさん、ありがとうございます。初見さん、人参ジュース持っとるウサギみたいな。おはよう。元気でーす。フーが配信するって言ったから目覚ましかけといた。よっしゃー。朝はここからのスタートがいいですか。元気です。4時50分にアラーム設定してるのになぜかいつも4時半ぐらいに起きちゃう。さすが。オーディションの頃のタコに。オーディションの頃タコやったんや。そっか。おはよう、センプールさん。あ、イカちゃん。あ、昨日来てくれた方。また来てくれた。ありがとうございます。徹夜で勉強？あれか、なんかテストかなんかか。めっちゃ辛いよね。うん、握手券取った。ありがとうございます。イカちゃん、イエーイ。元気さを体で表現してやって。これでどうだ。そっか、いつもグループ一番乗りですか。お、とっちゃん、おはよう。おはよう、ベルおじさんも。ピンクのさんまさん、さっきの仕事しながら空間のことで少し悩んで。何で悩んでたんですか。なんかしましたかね。なんかしましたかね。マシーさん、おはようございます。ココアちゃんのファン、そして横山由依さんの、あ、違うわ、そのココアちゃんじゃなかった、間違えた。朝はね、強くなかったけどもう強くなったと思う。朝配信始めてから。くーちゃん、握手券3枚じゃ足らない？っていうか、アバター変えとるやん。足らんのかな？どうかな？どうかな？アバターの鼻字眉毛と顔、本人が確かに確かに本人に似とる感じもするね。ん？じ
違う違う、それどころかその逆だな。逆？お、コザル、おはよう。早起きできるよ、コザル。タッチー、タッチーさん、初コメントありがとうございます。初めて来ました。なんて思うんやろ。ん？花火さんじゃないか？わからん。いつも昼まで寝てたりする人。うわぁ、それはその人が5時に起きるとかやばいね。何時間違うのって感じ。7時間ぐらい違うやん。ブーブー、こっちから行きたい。まこばやさん来てください。またね、今受付してるのがね、49枚目のシングルの握手会なんですけどね、夜明け付けしてるのがここです。木曜日の13時まで受付してますので、日にちはこんな感じ。ぜひ皆さん、ぜひ来てくださいね。英語の先生のものまで入れた。ぜひ来てくださいね。ねえねえ。握手券積みたいけど、なかなか、でも毎回会いに行けるのは楽しみ。私も楽しみ。楽しみよ。また次会えるの楽しみです。トロキチさん、おはようございます。30秒間クーちゃん見てみよう。あれよ、48の帽子忘れずに。おはよう、ハーブさん、おはようございます。福山雅治さん、おはようございます。頑張ります。あ、花火か、やっぱり花火さんや。え、なんかさ、新しいおちょちゃんのファンが来たんかなと思ってプロフィール見たらさ、なんかすごい神をしておりますなんじゃかんじゃ、なんじゃかんじゃ、なんじゃかんじゃってめっちゃ長く書いてるけん、もしかして花火さんやろこれって。葉っぱの葉だけ読めたん、これ葉やから。そうです、8時が最終受付になります。皆さん急いで。そう、ゆうさん、ありがとう。9月の大阪。ピレスさん、おはようございます。スマイル弟さん、おはよう。そう、今日も笑顔で元気にファイトです。皆さん、うん、10月14日と11月5日、OK、夏休みもどうだろう。毎朝5時から配信するかも、わからん。まあ一番楽しみなことはね、で次の両ライブもあるし、よいしょ、
そうね、クークファンに、クークファン同士で仲良くなってください。団結力生まれるのめっちゃ嬉しいです。なんかね、その今回の握手会でもね、そのおしわしを待ってる30分間の間にあるやん、それでなんか空間ファンの人たちがこう話してるのとか見えるんよ。それがめっちゃ嬉しい。うん、オフ会いいな。すごい。今日からまた普段の生活です。宿題解けなくても諦めないで。諦めないで、諦めません、諦めないで。いてて、大阪の方なんね、福山さん。ありがとうございます。ぜひフォローよろしくお願いします。じゃあ、8時受付が木曜日の13時に、で、受付終わりです。おっさん、久しぶり。岸藤さんもおはよう。早くからありがとう。しいたけさんもおはよう。髪の毛長くなってきた。おすまし、おしまし、おすすっぱい。あ、また噛んだわ。いろいろ諦めそう。うん、ファンのみんながこう仲いいのめっちゃ嬉しいから、私髪伸びてきたやろ、やっぱりわかる。夏休み前にいろんなこと喋った方がいいよ。夏休み来たらあれよ、メンバーといっぱいなんかいっぱい喋りたい、もっと仲良くなりたい。あ、学校のこと言ってるのかな。夏休み前にいろんなことしゃべ、夏休み前ってもんな。でももう仲いいから結構めっちゃいろんな話するし。11月5日行く予定だったら積んだから。おー、おしまし、センキュー。じゃがちゃん、そうね、コラボ配信も夏休みとかできたらいいな。しいたけさん気になったのでフォローありがとうございます。しいたけといえばしいたけ先生、知らんかな、しいたけさん。先生のモノマネでね、あるんですよ、しいたけ先生っていうの。髪伸ばそうと思ってます。だから今ずっと伸ばそうと思ってて、でもこの今の時期が一番辛いんですよ。うん、ループしてループして、くーちゃんレーン。おっさんとも握手しますよ。しましょう、ぜひぜひ来てください。おなじみのセリフ言ってくれれば気づくよ。ニンニクマンってここは書いて、てかなんかクリップ式の名札を、でみゆかわいいおっさん来たぜ、やっほーって言ってくれたら気づきます。
風花以外のメンバーと話す初めて。そうか。あ、カトリン起きた。綺麗に寝ました髪の毛。うん、メモ取っとる。メモ、実は取ってるんよ。メモやっぱ気づいてない人多いと思うけど、あのこのレーンでさ、こうあってさ、なんか私からってここに剥がしの人なんかおって、なんかここがあの お荷物の注意事項みたいな書いてる、ここで遮られるやん。遮られとるとこでこう書いとる。こっちとこっちから顔出せるやん。でここ遮られとるやん。でここで書いとる。スネークさん初見ありがとうございます。ぜひフォローよろしくお願いします。月曜日のさスカートを切られた、見たよ。もう一回見よう。なんか最初からすごかった。なんで学校に行かなきゃならないんだ。正しい情報ならネットで知れるみたいな。友達を作りなさい、スポーツをやりなさい、なんちゃらかんちゃら。伸ばすよ。黒髪少女よ黒髪、あの黒髪少女、あよひなこちゃんがなんかダンス配信黒髪少女見たよとか言ってくれて、そしたら隣に寄ったまりなちゃんがね、えっって言って、えっ何って言ったら、えっちょ踊ってください、踊ってください、めっちゃめっちゃ好きなんです、えっあの歌の一番一番好きなんです、えっ踊ってください踊ってくださいって言われた。まりなちゃんは黒髪少女がめっちゃ好きらしい。絶滅黒髪少女。グッドモーニングパブロさん、ん？両手を伸ばして握手してくれたのすごく嬉しかったよ。イエーイ、本当ですか。でこうさやっぱ身長が低い届かんのよ最後とか。二度です。マパさん起きて。ズーミンのソロやばいよ。え、あの髪切ってましたよね。写真見てこうなんかギザギザ、ここでうんメモられてるよ。踏み台乗っとる。踏み台乗ってヒールも履いとる。でもみんな同じ状況やん。ユミリンとかそういう背高い人も台乗ってヒール履いてるから、結局変わらん。こういう低い高い、うん、一度寝のご状況いつか寝てしまいそうね。石井さんの髪の毛の特徴メモ、サッチンさんはね、サッチン男さんはねメモるというかもう頭に残っとるから髪の毛のこと別にメモってない。サッチンってこう男って書くだけで分かるから、ショールームいつも来てくれてるから、だからそこまでメモしてない。サッチン男さんは いやここはちゃん以上に短くは切らんね。うん、ジャガちゃんそう星集めで来たけど空間押したね、えすごいよ、嬉しい、めっちゃ広島楽しみさ。みかんさん私も楽しみ。
ム着てる人はもう名前だけで結構わかるから。ドリコンとはメモらないんでね、メモってない身長ね全然伸びてないんですよね。小5の時から 0.6 センチぐらいしか伸びてないんですよ。いや、サッチンさんはね、女ってつけなくてもわかりますそう、大島優子さんと同じぐらいの身長です。151やから。わーい、嬉しい。クーカちゃん好き。私もみかんさん好き。そう、サッチン、あんなサッチンさんはサッチンさんで、あ、ダイちゃんって呼んだ方がいいのかな、変えてるってこと。ダイちゃんハートありがとう。イカちゃんって名前だけど男です男です。そう、ちょっと引っ張ってみて。でも手だけ伸びても困るんよ。どうやって引っ張る。クカちゃんと違う部のメンバーの連割が厳しかった。どういう風に厳しかったんですか。わからん、全く見れてないけん。その2部4部6部7部違う8部木の下から上すごい引っ張り方やめてください。あ、フラベチーノさんおはよう。クイック好きだよ、ありがとうございます。いきなり言ってくれた。え、やばいやん、山ちゃん危ない危ない。無事でよかったです。焦るなそれは。はーい、クイック先生グッドモーニング。ペンパハンラウェイ、パハンラウェイスリプラパハさん間一発って読むんだけど、すごいね。山田太郎さんおはようございます。朝は何時まで配信なの。いつも5時から6時半まで配信してるんですけど、今日学校がなんか早いんですよね。だから急ぐからちょっと6時に終わります。でもその分今日の夜配信をお楽しみにしておいてください。できるんですよ今日。19時からやります。楽しみにしておいてください。やった、そう、起きれるよ、それまで寝とけるよ楽しみにしとって。あ、そっか、ジャガちゃん、まあ動画サイトで見てくださいそういう人は虫さんも寝ちゃうかな。酒井さん初見です、ありがとうございます。ぜひぜひフォローよろしくお願いします。チーム8推し、学校頑張って、ありがとう。やる気みなぎった。イッシーさんはいつもその絵文字。19時ね。おはよう、さぬきうどんさん。バイキング小峠さんにのうどんです。あれ言ってよ、あれ。なんて日だ。あのモノマネはさすがにできんけど。声質が違うわけ。29人じゃ数人に分かれて。いや、一気にじゃないですか。分からん。レーンはみんな、わーって。ね。ヨシさんもおはようございます。カズには31人全員よしすごい、メンバーみんなに。ソフィアさんおはようございます。え、アバター変えたやん。ひよこがゴミ箱に入っとる。ヤチルさん初見です、おはよう、おはようございます。
ぜひフォローよろしくお願いします。お、クーカちゃんしか見えませんやって。よっしゃ、もう私のとこしか来んね、これは。なあちゃんさん、おはようございます。空間の入っ、ん？制服コスプレして。制服ね、考えときます。せっかく中学生やから。空間の配信見て悩んでた俺が若らしくなってきた。そうよ、楽しくいこう、人生楽しくいこう。チョップビームさん、おはよう、初見です、ありがとうございます。ぜひフォローよろしくお願いします。今日夜配信も7時から、違う 7時からあるのでよろしくお願いします。まひなちゃん、まひなちゃん、まひなちゃんにはいけないですね。スーパーマリオが好きですか？え、うん。マリオよくやってた。Wii、Wi-Fi じゃないわ。Wii、なんだっけ。Wii パッド？なんだっけ。どうするした？あるよ、テレビのこういうリモコン。Wii、忘れた。Wii はこれやん。じゃなくて、Wii、それそれそれ。Wii U の弟がマリオの買っとって、てかクリスマスプレゼントにサンタさんからもらっとって、それに一時期めっちゃハマって、めっちゃやった時があるけど、やっぱ同じところでやられるんよ。めっちゃ難しい、最後の6の2とか難しい。そんぐらいの。花火が、花火見てた。いいじゃないか、それ。そう、中学生です。え、言ったやん昨日。お、ご飯食べてきた。何食べたんですか？野中さん、フォローありがとうございます。毎朝5時からやってます。うん、香港から来てた方と3カ国語プラス通訳。東京観光してるんや。へえ。東京いいな。空町に行ったことがある。お父さんが東京マラソン当たった時に、家族で東京行った時にいろんなとこ行ったんやけど、空町でなんかコンペイトーを買ったの覚えてる、お土産に。おー、レモンパイ、いいね。うわー、あの味思い出す。丸森、弟と一緒の見てくれたんですか、それ。めっちゃちっちゃい時じゃないですか。ありがとうございます。悲しくて泣いていた。踊ってる時はかっこいいけど、握手とかだとキュート。やったー。そう、生空間は結構想像以上だと思います。っていうのは来た方なら分かると思う。だからこれから来る人に伝えてください。ソーセージとご飯と味噌汁、いいね。ソーセージか。沖縄のソーセージ美味しかったよ、アグー豚の。なんかスカイツリーの近くみたいな、スカイツリーの下じゃなかったっけ、空町。あー、 TI 東京アイドルフェスティバルの CM で見た、キュート大好きアイドル。あ、違うわ、あれで見たんや。この指とまれで見た。
キュート大好きアイドルって、あれ星にならんの、沼空間最高かよ、最高かよといえば新曲、あーちょっともう一回聴こう、学校行く前に時間があればもう一回聴きたい HKT の新曲、なんかメロディーめっちゃ好みなんですよ、イントロの、わかる？めっちゃ好みやったんですけど HKT のシングル新しいやつ、なんかめっちゃ可愛くなかった、なんか好み、たくさん笑顔見に行きたい、 Thank you、 見に来て、目がクリクリしてますって、沖縄のソーセージ、なんかアグー豚の手作りウインナー、行ってみたい県は北海道とか、山口も行ったことないから行ってみたい、と名古屋行ってみたい、なんだっけ、味噌カツが美味しい、なんか名古屋だけ行ったことないんですよ、あと福岡とか明太子、明太子すげえ、日本全部行ったやって、気象さんすごいいいな、パピュペパパルルルン、ありがとうございます、案内してください山口、広島修学旅行、私行ってないから広島の、え、香川での学校で行く予定だったんやけど、沖縄に行く予定だったんだけど、行くあの修学旅行の1週間前に引っ越すことになって、引っ越しになって引っ越したんですよ、で広島の学校ではもう修学旅行終わっとったっけん、そう終わっとった、名古屋に行きたい、イゴールさん初見ありがとうございます、ぜひフォローよろしくお願いします、山口県行きたい、北海道来て、そさっち行きたいよ、行きたいよ、そうそう松岡花さんの好き、なんかそうそう、キスは待つしかないのでしょうか、いいよな、ネット画像と本物の差が著しい、そう、どんくらい違うかった、どんくらい違う、例えばあのあれみたいな感じ、月とすっぽんぐらい違うみたいな、そういう感じで例えてなんか言ってみてください、うん、クーちゃんいつも6時起きだけど、クーカちゃんの配信見るためにもっと早く来ます、ありがとうございます、ほのちゃんと私の配信見てくれるのね、お、フォローありがとうイゴールさん、パルルのじゃあ群馬県、こういうね、岡田博さんは日本全国、配信の空間も可愛いよ、ありがとう、そうメンバーみんなねスケッチブックでアピールしてた、私は迷ったらここってやってました、ライトつけん方がいい気がする、黄色く見える、なんか空間は特に違ったって言ってた知り合いが、嘘マジでほんまに、イエーイ、そうね、カズリンさんはいつも劇場でてかスケブって略して言うのもびっくりした、スケブって言うよね、タンクトップさん仕事中に大丈夫ですか、こっそり見て、お仕事頑張ってください、
トロン君おはよう。お、ファントムフォービーズ、あの、あれやろ、イッシーさん同じやろ、終えてますよ。え、本場のカレーと塩と砂糖を間違えて入れたカレーぐらいの差、すごいね。めっちゃ差あるやんそれ。私そんぐらいの差らしいです皆さん。花火さんから教えてもらってください。本場のカレーと塩と砂糖間違えて入れたカレーぐらいの差があるらしい。ショールームと握手会の私、決め太陽だからおはようございます。瞳キラキラ、嘘をやったね。本物は多分すごいです。ハードルめっちゃ上げる。よっしゃ、そんなこと言われたらもう私も頑張れるわ。もっと可愛くなろうと。あ、そうそう、握手会の黒子ちゃんが可愛いってことです。いや、握手会ショールームの方が何倍も可愛いって言わ、いいじゃなく逆です。握手会が何倍も。しんさんおはー。そこはしっかり食べてから行く派です。ほんまですか、黒目がクリクリでした。そうそう、ククちゃんめっちゃ前髪すごかったですよね。マヤちゃんもすごかった。イゴールさんまた来てください、今日夜7時からやります。生ミュータン見に来てください。見れなくなる。クーカちゃんは身長高くなりたいかもだけど、目の前立つと気にならなかった。それはね、台とヒールがあるからでございます。あれ、同じ高さで握手してたら絶対こう、こうなっとるよ。私がシッシやばいよ、ちょっとハードル上げすぎんか、みんな。やばい、私も頑張ってハードルを上げていかな。私動画とか写真の写りが多分悪いんか。元気ですよ私。ハードル上げて飛ぶもんやね。そうやな、しゃあ。配信レポ、配信レポありがとうございます。素材とヒールで多分180センチぐらいになってる。だから私がこうこう降りる感じで握手だった。昨日じゃない、一昨日と。見上げた方が可愛く見える。うん、そうやね。でも台があるんやもん。一回生で見たことあるけど。嘘。そっか。いや、握手会、オッケー。ありがとうございます。待って、来てください。いや。そういえば、文鎮さん、髪の毛。こんな尖ってなかった。うちしょ、わーってそのトゲトゲドラーって感じだったイメージ。だけど違うかったよ。イエーイ、カツ丼くんも言ってくれてる。それね。おじさんでも引かないよ全然。だって会いに来てくれるだけで嬉しいけん。待ってます。
そう、おしゃれしても下半身が見れないんです。髪型どうすっかな、ジャガちゃん。茶髪がいいよ。髪対応ですか。女装はもうしたくない。前したことあるんやったよね、なんか言っとったよね。グーテンモルゲン、セブン君。写メ会は見れるのね。あ、お前こうやって確かに癖かもしれん。視力悪い、コンタクトつけてない。今日はメガネで過ごそうと思ってます。うん、メガネ。コンタクトつけてない時とか、やば、まつげが当たるんやけど、レンズにまつげ。やばい、レンズにまつげ当たるんやけど。あ、よく見える。やりぶんぶん、めっちゃ嬉しい。公式ブログに初日の服装全身載ってます、私の。ツーショット写メ見れんよね。だって自撮りやもんね、多分。昨日音楽の日のやつ見た。まつげ当たる？イエーイ、スクショ。せつしーが。イビサガール。なんかドラマで、あー出てきそう、なんか。なんか服装ばっかり注意するやつみたいな。そういう感じ。脇役みたいな。出てみたい音楽番組、それはもちろん全ほとんど出たいです。9月に会いに行くの少なかったの。何します、後悔します、イエーイ。今度は来てくださいね。嘘、ツーショットの時メガネでお願いします。じゃあ持って行っとこうか、ちょっとメモしとく。そんなに良かったか。でもメガネかけてさ、いいって言ってくれるんで、なんか半分はいつもと感じが違うから新鮮でっていうのもあるよね。ああ、CM の青年さん。クーガ生徒会長、また授業中寝てたやろ。いや、寝てたのはクーガやろ。今日は寝んと思う。昨日結構寝れたよ。でも寝れたとしても1年に1回ぐらい。おはよう、かわいい、ありがとうございます。そう、迷ったらここアピールしてほしい。嘘、ピオちゃんの人笑ってた。やった、嬉しいです。そうなんや、そういうの嬉しい。なんか私に分からんやん、そういうあっち側で言ってること、それ教えてほしい。できる女がやって、キャリアウーマンです。形ね、そう、これはなんか一番人気みたいなメガネだったんですよ。で、まあモデルさんが可愛かってこれかけてる。あ、似合いそうと思ってこれに選んだよ。まあまつげ当たるやん。
こういう人おるよね。なんだっけ、あれか。ワズオスキー報告書出したのかい。ね、あれはいいなって感じでした。嘘嬉しい。その人に伝えといてください。ありがとうございますって。そのピオちゃんズの方に。愚痴欲しいんよ。メガネ？メガネ？誰だっけ？あれよ。あ、名前はわからん。おでこ気になる？そうそう、なめくじみたいな人。ワツオスキー報告書出したのかい。気持ち悪校の先生にはいな、おらん、まだ。なんか恐れられとる。でも私なんか書き取るうちにどんどん下に下がってきて、なんかいつの間にかこうなっとるみたいな。ああ、あげなみたいな。コンタクトつけてなかった時にね、家とかでダンス練習してた時、パソコンとか見ながらこう踊るやん。これでやば、メガネかけんと動画が見れんから、メガネかけたままやって、だんだん落ち、ああみたいな。次はどうやったレンズ汚れる。汚れてない。顔まん丸で可愛い。言わないでー、やめてー。シェーディング、シェーディング、削りましょう。ずれないようにしてもらってるよ、これ。お、マノッチ起きた。19時からの配信、何するかお楽しみに。待っといてください。部によって眼鏡かけたりしてもいいと思う。そうかな。でもその時にしか来れない人だった時に、例えば3部で眼鏡かけますみたいな、3部しか来れないみたいな、もなんかあれじゃない、ちょっと。メガネかけてないの見たかった。でもどうなんやろ。目元がオリンに似て、オリンさんと昨日話した、昨日じゃないわ、1日目に話して、なんか小栗有以さんに似てないって言ってくれたんです。嘘、実物の声か、顔超小さくて可愛いよって。あ、ロズか、ロズ。あ、マナさん来たからこれ分かりそう。ワズオスキー報告書出したのかい。俺の気持ちはぶれない。絶対美人になる。やった、ありがとうございます。ロズだったと。また落ちた。髪型ね、まあ変えようと思ってもあんまり変えられないけど、でも最初の頃はなんか安定感がある方が良くないですか？髪の毛あんまり変えずに、その、伸ばす伸ばす。パルルさん出てる今。てかさっき見たパルルルンさんが、初めて握手したのがパルルさん。どうぞ。みたい。ああ、起きとった。そう、パルトちゃんはポニーテールとツインテールしとった。そう、ツインテールとポニーテールどっちがいいと思う？聞いてくれて、なんか
ポニーテールしてその次にツインテールしようと思うんだけど、でも2日目もあるからみたいな、どうしようみたいな言ってて、そうそう、あやまちゃんだるま100個ありがとうございます。そうだからね、最初の頃は髪型変えんとこうと思って、そんなアレンジしまくりせんとこうと思って、私はそのね、私はあんまりまだ人気がないからその安定感を作る。伊沢さんおはようございます。あ、これ流行ってね、なんだっけ、田村健二さんって、メガネすると若手の女優さんっぽく教育じゃない。ショールームで初めて見つけた、ありがとう。そうそう、昨日見つけてくれたんよね、石井さん。声でここを、え、あんまり詳しくないんや。ぜひ来てください。ダブリダブリ。エブンジンさんまで癖の強い草使ってるやん。笑い目さん、やめて。笑いの方に失礼よ。和紙に対抗して強く握って。今日の朝ごはんはご飯と、あ、豆腐食べよう。朝から面白いものみたいって。佐賀機械はこの草使うん？大変やん。ユーザー辞書登録せないかんやん。あー、わかる。スクショしようと思ったらミスして画面閉じてしまう。この片一歩だけ押してしまうみたいな。あ、メガネない、メガネ知らん、メガネ、もうメガネほんまになくなった、ほんまにメガネなくなった、どこ行ったやろ、さっきテレビ見た時やったんよ、テレビ見た時やったんやけど忘れた。あー、もうテレビ見たいのに、あんたそこにかけとるやん、あったありました。うわ、めっちゃ草の癖すごい。ツッコミありがとう。まあ庭の手入れが大変そうやな。確かにね、 T シャツにかけてたことあったって。夜7時からそうです、7時。じゃあ読みますね、あのランキング。眼鏡かけて顔洗ったことはないわ、さすがにこれはかけてる感は私あるから。そう、13位トラキチさん、12位ランマルさん、11位トレックさん、10位トノトノさん、9位五つ星さん、8位ライガーさん、7位ジャガジャンさん、4位ウルトラ G さん、5位ケンちゃんさん、4位タラのファンさん、3位オワリさん、2位ヤマちゃんさん、1位 RR さん、ありがとうございます。今日30分短いけどごめんなさい、7時からの楽しみにしててください。今日いいことありそうだ。お、ありそう。うん。今日も頑張る。皆さんも今日一日頑張りましょう。あれよ。
また見に来てね、ジジ君。夜夜、そう。ありがとうございます。来れるかな？夜も見ます。ありがとう、リカちゃん。ゆってぃさんもありがとう。今日お休み？うん。そっか、ジガちゃんはこれから寝るんお、やる気。あ、握手券買っておこう。ありがとうございます。イエーイ。おやすみ、小だるも。おやすみと言ってもまだ時間あるんやろ、これ。あ、会社行ってらっしゃい、パルルルルンさん。お、ランニングすごいやん。私もね、小学生の頃ね、3キロ毎日 お父さんと毎朝走ってた。ゆきうさきさん、おはよう。うわ、ギリギリだ。仕事頑張ってください。どうしなきゃ。負けた。スポーツ少女？いや、ん？スポーツ少女じゃないです。お、ありがとう、遅刻せんように。朝5時放送、くーちゃんのモーニングコール、くーかちゃんにしといて、それ。みんなに分かるように。ありがとうございます。前髪伸びたかな。嘘、今日は可愛いスクショしか撮れてない。あれね、前のタオルのやつとかすごいやつ。あれめっちゃいろんな人使っとんじゃん。知らんけど、いろんな人に使われてそう。クーガちゃんと走りたい。走ろう。タオルのやついてもらう。嘘、コミュニティの画像って。無限拡散。わかるよ、点々つけなくてもタオルって。わかりました。じゃあ皆さんもいってらっしゃい。私もいってらっしゃい。ありがとうございます。バイバーイ。また夜ー。